メルセデス・ベンツは1938年シーズンにメルセデス・ベンツ W154 で参戦した。1938年のグランプリシーズンは、エッグはヨーロッパ選手権の第6回大会が開催されたグランプリシーズンである。メルセデスのルドルフ・カラツヨーラがヨーロッパ選手権を制した。カラツヨーラは選手権の対象となる4つのグランプリのうち1つに勝利した。 シーズン開幕前の1938年1月、アウトバーンでの速度記録挑戦中に、ベルント・ローゼマイヤーが自己死した。1938年シーズンには 750kg フォーミュラに変わる新レギュレーションが施行され、従来の大排気量かつ軽量なマシーンはグランプリに出場できなくなった。新しいフォーミュラに対応するため、メルセデス・ベンツは、 スーパーチャージャー付 3.0V12 エンジン搭載のメルセデスベンツ W154 を新開発した。ローゼマイヤーを失ったアウトウニオンはメルセデス W154 と同様にスーパーチャージャー付 3.0V12 エンジンを搭載する新型車アウトウニオンタイプリーで参戦した。アルファロメオはスクーデリアフェラーリをアルファコルセに吸収合併し、公式に ワークス体制でグランプリに参戦した。アルファロメオは新フォーミューラに合わせ、ティーポ308、ティーポ312、ティーポ316の3種類のマシンを開発したが、ドイツ勢のマシンに匹敵する競争力はなく、エースのタチオヌボラーリはシーズン序盤のポーグランプリがリタイアに終わるとアウトウィニオニへと移籍していった。1938年シーズンは、 またしてもメルセデスが支配するものとなり、雨のスイスグランプリで勝利したルドルフ・カラツィオラが2年連続でヨーロッパ選手権を制した。アウト・ウニオンはローゼマイヤーを欠く中でヌボラーリがイタリアグランプリとドニントングランプリで2勝を挙げたのみに終わった。メルセデスの若い英国人、リチャード・シーマンはカラツィオラやフォンブラウヒッチュといったドイツ人のチームメイトを相手に速さを見せ、 ニュルブルクリンクでのドイツグランプリで初優勝を遂げた。エツロと、ハンス、グランプリウィナーズ1 8 9 5 9 4 9パート3。ザ・ゴールデンエラオブ・グランプリ・レーシング。2007年8月6日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年8月5日閲覧。レイフス・ネルマンハンス・エツロト。1938。 ザ・ゴールデン・エラ・オブ・グランプリレーシング、2007年8月5日、閲覧。ガルピン・ダレン、1938グランズ・プリー。ザ・ジェル・モーター・スポーツ・インフォメーションページ、2007年8月5日、閲覧。ありがとうございます。